ぱりこれはおかしいですね。どう考えても不自然です。どうしたのリンナ、なんだか難しい顔してるけど。あ、わかったぜ。勝手に遺跡探索したのがバレてレスティに怒られたんだな。リンナ懲りないね。私がそんなドジするわけないじゃないですか。ちゃんと毎回綿密に計画して言ってますから。それリンナ、それは自慢にならんですぞ。それよりこれ見てください。遺跡で古文書と一緒に見つけた地図なんですけど。地図、特に変わったところは見当たりませんが。はい、ほとんど今の地形と同じです。ですが現在の地図と見比べてみてください。ん、別に変わったところは。あ、ここを見てよ。こっちの地図にはある島が今の地図には載ってない。そうなんです、この地図によるとこの場所に小さな島があるはずなんです。でも今の地図には何もありません。おかしいと思いませんか。でも昔の地図なんだよね。小さな島なら海に沈んでしまってもおかしくないんじゃないかな。この島だけがすっぽり消えるのは妙だぜ。地殻変動とかなら周りの島にも少なからず影響が出るもんじゃねえのか。そうですね、確かに不自然です。ですよね。さらに一緒に発見した古文書にはこんなことも書いてあるんです。この地を訪れる者は皆笑顔にあふれ至福の時を得るだろう。人、この地をユートピアと呼ぶ。ユートピアって何？今で言うと楽園ってところですかね。どうやらここは昔の人たちにとってリゾート地のような場所だったみたいですよ。楽園のようなリゾート地か、いいわね。行ってみたいわね。え、みんなもそう思わない？確かに興味深いところですが、その地はもうないのですよね。そこがおかしいんですよ。私結構伝承とか詳しいんですけど、そんな島があるなんて聞いたことありません。楽園と呼ばれるほど有名なところであれば話の一つや二つあってもいいのに。おそらく全く伝わってないのだと思います。島が丸々なくなったのにか。そんなこと普通ありえねえだろ。ユーマ、これってもしかして。うん、一つの島がそう簡単になくなるわけがない。これはきっとグリモアールの歪みが原因に違いない。消えた楽園か。なるほど、興味深いな。だがそんな古文書をどこで見つけたのだ。まずいですぞリンナ、レスティ様に疑われてますぞ。あそれは乙女の秘密というやつですよ、レスティ様。それでどうなの、アルフリーデ。やっぱりグリモワールと関係があるのかな。ええ、皆さんのご推察の通りです。消えた島の原因はグリモワール。歪みを解消してあげれば島は再び姿を現すでしょう。ってことは歪みを解消すればリゾート地復活？ええ、その通りです。よーし、がぜんやる気が出てきたわ。僕もリゾート地行きたいな。ユーマは？そうだね、たまにはそんなところに行くのもいい息抜きになるかもね。そうですね、ユーマがそう言うのでしたら私も協力を惜しみません。あれあれ、キリカ様、なんだか顔が赤いですよ。
そんなことはありません。私はもともとこんな顔です。どうしたエクセラ、お前はリゾート地に興味はないのか？そういうわけではない。ただこのような雰囲気に慣れていないだけだ。じゃあ早く慣れるように努力してね。こうなったからには一人でクールに決めるのはご法度なんだから。だ、そうだ。すまんがこうなってしまっては彼らに合わせる以外にない。承知した。では努力しよう。よし、盛り上がってきたぜ。速攻でダンジョン片付けて楽園でバカンス三昧と行こうじゃねえか。皆さん？ん？どうしたの？アルフリーで。盛り上がりに水を差しちゃってごめんなさい。これだけはどうしても言っておかないと。この歪みを解決するには一つ条件があるんですよ。条件？どんな？難しいことじゃないんですけどね。その条件っていうのは、そんな、じゃあ僕には絶対無理じゃないか。無理などと軽々しく口にするな。我らはどんな困難も乗り越えてきたではないか。お前がそのようなことを言うべきではない。でもだってその条件が。なんだと？そりゃ面白い。確かに俺たちじゃ無理だな。ねえ、よく聞こえなかったわ。私たちにも分かるように言ってよ。その条件って何なの？許さん。兄様、どうしたのですか？この歪みを解消することなど私は許さんぞ。確かにアルフリーダの言った通りだ。ここじゃ僕たちは動くことができない。ああ、ほんとふざけた歪みだぜ。悔しいが、ここはソニアたちに任せるしかねえな。おい、レスティ、なんでずっと目をつむってるんだよ。体が動かぬのだ。目をつむっていようと問題あるまい。それに妹のハレンチな姿を見ることなど。レスティ様、強情すぎますぞ。ソニアたちも来たようですぞ。ここが歪みの根源ね。さっさと解消してリゾート地を取り戻すわよ。早くユーマと遊びたい。ほら、キリカ様、早く出てきてくださいよ。おお、みんないい格好してんじゃねえか。おい、この格好でなきゃ歪みを解消できないってのはある意味歪み様様だぜ。まったくですな。今回ばかりは歪みに感謝します。ごめんね、ソニア。僕たちはここから動けそうにない。いいのよ、ユーマ。今回は私たちに任せて。それより、ユーマ。何か言うことはない？言うこと？そうか。みんな、怪我しないように気をつけてね。ユーマの鈍感。キリカ様、いい加減出てきてくださいよ。ですが、
このように肌が露出している服は恥ずかしくて。そんなの気にしてたら島を元に戻すことはできませんよ。あれだけ頑張ってレスティ様を説得したのに。そうよキリカ、観念して早く出てきなさい。そうでねえ、キリカ様スタイルいいんですから、何も恥じることはないですよ。今のキリカ様を見たらユーマもメロメロ、一発ノックアウトです。なぜユーマの名前が出てくるのですか。私は何も言っていませんよ。わかりました、今行きます。キリカ。ユーマ、その、うん、分かってる。キリカも頑張ってね。ユーマ、本当に鈍感ですね。何か言ってあげればいいのに。さてと、残るはエクセラだけね。どこに行ったのかしら。私ならここにいる。あら、いつの間に。これでも新曲の竜騎士姫と言われた身だ。人に気づかれぬよう動くことなど造作もない。はあ、それって注目されないように素早くこっそり行動したってことですか。図星だったみたいですね。まあいいわ、これで全員揃ったわね。みんな、いつもと勝手が違うから油断しないでね。何言ってるんですか。普段よりも動きやすいし、これなら楽勝ですよ。島を元に戻すためにも負けるわけにはいきませんね。ユーマ、僕頑張るからね。どのような状況であろうと敵は全力で排除するのみ。みんな気をつけて。よし、張り切っていきましょう。ここがユートピアか。本当に綺麗なところだね。驚いたぜ、こんな場所があるなんてな。うん、そしてここに来ることができたのもキリカたちのおかげだ。感謝せればな。僕たち今回は何もしてないもんね。あら、あなたたちまだそんな格好してるの。せっかくこんな素敵な島に来たんだから、そのままじゃ失礼よ。早く着替えてきなさい。みんな、もう着替えてきたの？だって待ちきれなかったんだもん。ここで遊ぶために私たちは頑張ったんだしね。そうだね。それに、とっても似合ってるよ。え？いやね、もう。今頃褒めてくれるなんて。ユーマ、僕の水着どうかな。うん、マリオンも似合ってるよ。すごく可愛いと思う。そう、ありがとうユーマ。キリカ、その姿は。兄様、そのこのような島ではこういった姿の方がいいと思いまして。いや、良いのだ。キリカも遊びたい年頃、私が大げさに騒ぎすぎていただけかもしれん。だが、ユーマ、アグナム、フロマージュ、お前たちがキリカのこの姿を見ることは私が許さん。おいおい、俺もかよ。てか、それじゃ島を戻したのに楽しめねえだろ。
ですぞ、あんまりですぞ。デスティ様、キリカ様はユーマと遊ぶために頑張ったのに、それはちょっとひどすぎますよ。いや、しかしだな。さあ、ユーマたちも早く着替えてきなさい。そして、思いっきり遊ぶわよ。うん、わかった。行こうか、アグナム、フロマージュ。ああ、レスティ、頭抱えてないでお前も来い。さてと、じゃあユーマたちが着替えてる間、私たちだけで遊びましょうか。それはそうと、エクセラ、いつまで木陰に隠れてるつもりですか？隠れているのではない。日差しから身を守っているのだ。昔から苦手なのでな。そうでしたっけ？私たちと太陽の下で戦った時にはそんな様子はなかったですけどね。余計なお世話だ。私は、あ、こら、何をする。話せ、話さないか。ほらほら、行きますよ。海に向かってレッツダイブ。うわっ、海冷たくて気持ちいいですね。キリカ様も早く早く。リンナ、もう子供ではないのですから、そんなにはしゃ何を言ってるのよキリカ。そんなに大人ぶってたらせっかくの海を楽しめないわよ。やりましたね、ソニア。これはお返しです。あれ式のことで冷静さを欠くとは、同じ歌巫子として情けないぞ。キリカとは。エクセラ、海は危険。油断したら命はない。私もキリカのことを言えんか。よかろう、私もこの海を戦場と思うことにしよう。そうそう、その調子。ここで遊ばないのはもったいない。お待たせ。ユーマたちも来たみたいね。よーし、今日はぶっ倒れるまで遊ぶわよ。楽しかった。ゲールリッツ監獄にいる時に比べたら、まるで夢みたいだよ。こんな、ここを去るのが名残惜しいぜ。俺を、この私まで夢中になって遊んでしまうとは。楽園とは恐ろしいものだ。うん、これは帰り次第早急に対策を取らなければならぬ案件かもしれん。もうどうして素直に楽しかった、また来たいって言えないんですか？確かにまた来たいものですね。海や浜で遊ぶことがこれほど楽しいとは知りませんでしたから。なら、またみんなで来ようよ。今度はもっと大勢の仲間を連れてさ。きっと楽しいよ。そうですね。またいつか。じゃあ名残惜しいけど、そろそろ帰りましょう。